丸のドリブル、反転すると完全にネイマール。やまる左利きが右サイドから攻め上がるシーン。これを反転してみると。ドリブルするときのコース取りがマジでそっくりすぎる。ガチで似てるな。今ではもう見れないネイマールのドリブル。これ反転したの優秀すぎますよ。めちゃくちゃネイマールで感動してる。利き足変えるだけでこんな見え方変わるんや、すごい。ほんとにネイマールやん。こいつ16歳ってマジか。10年後、ラミンやまる26。ほんま意味わからん。やまるって人名前めちゃ聞くけど全くプレイに出なくて、これ初めて見たけど上手すぎるやろ。これで16歳はマジバケモン。ちなみにヤマルは今季41試合6ゴール5アシスト、なおオリンピックまで参加することになると今季約60試合のペースになるらしい。頼むからヤマルだけは壊さないでくれ。これはクレだけじゃなくて世界中のサッカーファンが望んでることやで。正真正銘、メッシを継ぐものなんやから。パリ五輪出したら一生スペイン代表アンチになるわ。今のままのペースでも十分人間を壊せる頻度で試合出てる。まだ高校2年生だぞ。目が幸せ。